五右衛門腰織エビは、岩下り木、腰織エビ上下深海腰織エビ下に属する甲殻類の一種である。九州西方から台湾北部の水深700から1600メートルの深海にある熱水噴出口周辺に生息する。体長5センチメートルほどで、体表に多数の毛が生えている。目は退化している。和名は釜茹で,で処刑されたという伝承を持つ盗賊。 石川五右衛門にちなんで命名された。その合毛には、熱水に含まれる、硫化水素やメタンを、エネルギー源として取り込み化学合成を行う、特定の外部共生菌が生息しており、五右衛門腰織エビは、手のような器官でこの外部共生菌が付着した毛を、こそいで摂除することで、栄養源としている。胸毛付着物からは、硫様酸化細菌のルカトリクサとチオトリックス属。 イプシロンプロテオバクテリアの異酸化細菌であるサグフェロブム属の菌炎菌の遺伝子が検出されたと報告されている。熱水噴出口を中心とした半径20から30センチメートルから半径1から2メートルの範囲に群集して生息し、100インディブ平方メートルを超える数密度の個体群を形成することがある。なお、 同じように、熱水噴出口の周辺に生息する、平等深海ヒバリガイや、ハラエビよりも、より熱水に近い部分に生息するが、熱水中に含まれる、重金属や、硫化水素や、水温変化への耐性の差と考えられている。ありがとうございます。